おはようございます。まさしげゆきです。はい、本日はですねギャラクティカ収録ということで、ラッシュ松本店さんにやってまいりました。はい、ということでですね、そういつもねだいたい都内の方で収録を行っているので、私はちょっとこのギャラクティカの収録で松本に来るの初めてなんですけれども、はい、ちょっとねわざわざ遠征してきましたので、今日はもうたくさんフィールグッド FG を感じたいと思っております。はい、このギャラクティカという番組は、FG、神 FG を目指しましょうという番組なんですけれども、お店で一番出していることを、神 FG と呼ぶんですね。はい、で、島一番だと鬼 FG。で、自分が、トータル様位、プラスになることを、激 FG と呼んでるんですが、できればね、神 FG、また感じたいですね。はい、一度だけね、今年の頭になんですけれども、もう店内で一番出したよっていう日はありましたので、今日もそこを目指して頑張っていきたいのですが、最近ですね本当にもうやれてなさすぎて、全然もう激 FG すら、ここ最近ギャラクティカじゃないところでね、はい、もう感じられてないなと、はい、不調だなっていう感じなんですけれども、でも今日はね抽選を受けて8番というなかなかのいい番号を取れましたので、そうですね、抽選は良かったけどその後の展開はみたいなことにならないように、はい、ちょっと狙い台も実はあまり決まってないんですよ。はい、そうですね、ちょっと初めて来るお店なので前の方について行って皆さんはどこを狙うのかみたいな感じでちょっと様子を見ながら、そうですね、打ちたいなという台はちょっとバラエティにあるのかなっていう感じなんですけれども、そうだな、決まらない。はい、とりあえずついていって様子を見ながら、はい、打つ台も決めていこうと思います。はい、それでは今日も、神 FG を目指して頑張ります。はい、それではですね、まさしげはスロット劇場版魔法少女の高巻か前編始まりの物語後編永の物語、はい、こちらの台を押さえさせていただきました。ちょっとね久しぶりなんですけれども、得意です。はい、なので今日も神 FG いけるかな、神 FG、目指して頑張ります。今年のね、その頭に神 FG を取った機種が、窓か2なんですよね、窓2だったんですよね。でもね、なくなっちゃってるんで、そこまでは結構出たんですよね、もう忘れちゃったけど5000枚くらいかな。そう、あそこまではね、出せないにしても、でも私、そう、前後編でも4000枚くらいはね出したことあるんですよ。本当もう感想というか、エンディング2回マジでもう連続で行ったみたいな、エンディング2000枚ぐらい出た後にすぐマギカチャンスから、本当その間20ゲームぐらいかな、20ゲームぐらいでマギカチャンス引いて、ですぐにチャンス目、すぐにまたね乾燥してみたいな、もうすごい感じになったんですけど、それやれたらね今日も神 FG かなみたいな。このままこのエースで発展してほしいんですけど、いいですね、チャンス。しかもね、別になんか引いたわけじゃないですもんね、このゲーム数で300前半なんで、ここで当たったら、ここで当たったらね、ワンチャン高設定かなみたいな。300前半、123、設定123だと、1.1
6% しかないんですけど、まあ、仕頃で、4.9、4.9、5.4 なので、もしここで当選してたら、上かな、激しい。全然ありそう。いや、最初ね、なんかちょっとハマってというか、200超えた時はうわーって思ってたんですけど、え、上なの？銀の魔女。はい、いいですね。もう赤タイトルチャンスアップいけるでしょう。はい、上なのかな突然テンション上がりました。325ゲームです。投資が1万円ジャスト。弱者から、あ、いった、弱者からいった、はい。しかも京子ちゃん、京子ちゃん、全然ベルでいいんですけど、なんで今引くん。あ、でもでかっ、はい、ベルフ行きたかった、悔しいな、はい、割とスルーでしたね、はい、50枚途中で乗せられたけど、1回だけ少し最後あ出ない、はい、165枚で終了です。一緒に1回、いや、もう最近本当にもう全然ダメで、なんだろうな、なんか何言っても結構ダメなんですよね。特にまあパチンコ、まあ昨日も全然やれずにストレート当たりなしみたいな感じだったんで、昨日おとといパチンコ打ってたんですけど、通常時1800くらいかな、2日間合わせて1800回転回して、で大当たり2回、どっちもミドル319打ってて、初当たり2回なんで、そう2日間でだってね、900分の1くらいですよね。マジでちょっと意味がわからないと思って発展してからはね、ちょっと強いのなかったけど、あーダメダメか、いやーきついですね。いや、400超えるのはね、ダメですよ、本当に。はい、ちょっとハマりすぎてね、テンションがだいぶ下がってます。ちょっとなんで発展したのかが意味わからないお願い、よくわからんけど当たってほしい。京子ちゃん、あ、行った、はい、行きました。いや、なんかほんとちょっと意味がわからない、はい、470ですね、はい。まあとりあえず当たりまして、投資が総投資21本、さすがにこれはちょっと出てくるでしょう。こんなストレートで、はい、メジカアタック緑、やかちゃんリプレイ、1/7リプレイ、リプレイ、チャンスだよって言ってる。え、待って、リプレイは引いてる。ボーナス、ワルプラギスの夜、ボーナス、エピボがいい、エピボ、エピボ、まあ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 、いいでしょう、はい。
からですもんね、流れるとしたら。はい、とりあえず倍乗せたい。10枚で、あやく、いや、というか外れですね。外れを引いてうまいタイミングでね、えちょっと太陽役を引いて、で超追撃に持ってく2戦目で、で、あやく、あ、よかった。立った、はい、次大事、5戦目です。追撃撃が、ね、こことりあえず行けたら追撃があるので、立って、復活、危ない、はい、追撃ね。で、ここでレイアク引きたい。いやー、行った、引いてないけど行ったんですけど、超追撃、何も引いてない、90% 継続、お願い。3回目わかんない、まだ行こう。4 30 4、これ止まってよ、あ、終わっちゃった、わからない、130か、まあでもこんなもんかなみたいな感じでしたね。今かい、追加ないですね。あ、もう一度、今引きたいのに、はい、30、いやでも全然、とりあえずやれてる、よかった、頑張って。ちょっと継続率がねえ、いいのかもしれないですね。頑張ってますね。あら、気づいたら、危ない、はい、次10戦目、はい、ホームが走ってます、お願いします。20枚、ちゃん本当に300枚でしょ。まだ、はい、リプレイ、ダメか、タイミングよく引けない、外れ、諦めない、あ、今引きたい、次お願いします、次15戦目、リプレイ、
けない。全然弾けないけど一生続きますね。それがすごいわ。まだ、いや、割っちゃったかな。370枚。はい、いやさすがにここまでですね。いやでもめちゃめちゃ頑張りました。370枚です。16戦、うん、で300枚くらい増えてるわけですよ。すごい。8点。いた、来ました。はい、20枚。やっぱこんな感じなんですよね。あ、止まった。チェリー、チェリー、まあ確かにチェリーに変換みたいな感じなんで間違いではないですけど、外れ、外れ、強チェリー、うん、まあベルベルベル、マギカアタック言ってくれました。やば、チェリー引いたってことなんで、マドカが出てきてくれました。何引いたらいいんだろう。まあ、でもチェリー引いたってことになるの、どういうこと、わかんない。で、マドカがどうしてくれるんだろう。300、やばいですね。2、1、かわいい。はい、やったー。スーパーセルの前兆、いいですよね。10枚。すごいやれた後はもう全くやれない、やれないですね。まあ今日チェリーだ、やっと引けました。なんか1300とか1300分の1くらいじゃないですか今。わー、取らせたかった。そしたらこことかぶってどうなったんだ。リプレイ、いくよ、いくよ、お願い。あー、しかも青。はい、20枚でした。まあ、また引いた。2回目までがすごい早かったですね。強チェリーのね、強チェリーからのバルプルギスの夜の前兆なんで行かないけど、まあアタックが出てくるはず。マミさん、ベルでボーナス、ベルでボーナス。さあ行きましょう。はい、とりあえずベルで、あ、ワルプルギスの夜出てきた。強。このアタック自体のレベルというかね、良かったんでしょうね。たまにはマギアが聞きたいと思ってました、ね、ずっと負け続けてるから。まだまだ、あ、いいところで終わってしまいました。110枚。はい、行ってくれましたね。マギカバトル、はい、
蓋を押せば強めの強めのマギカアタックに行ける。はい、よベルベル。行きましょう。あ、まあまあ、でも2回引いてるし、願い倒そう倒そう。よかった、やれました。トコちゃん、びっくりした。いや、なんでこういう時に限って、いや、びっくりしたっていうか、やっぱダメやったわ。いけないですかね、対応役がね。さあ、これ悔しい。ベルでいいのに、ほんと。ワルプルゲスの夜、今日はめっちゃ引けますね、ワルプルゲスの夜が。引からんな。これでね、ついて対応役引けてたら変わったかもしれないのに。来た。いいですね。はい。ちょっとせめて5戦目まで行きたい。うん。なんでこのタイミングで。買ってくれないの。50枚。出ない。いや、でもすごい、1600枚ジャストでした。はい。久々こんな出た。すごい。一緒に行くかい？はい。1600枚。中間報告でございます。はい、そうですね、まあ、個人的にはちょっとね、初当たりはちょっと多めですけど、あと読めないところもあるんですけど、まあ一旦とりあえずね、塊で出せましたので、まあちょっと安心はできたかなと、はい、いう感じです。うん、まあ、現状は、まあ、激 FG かなと。そう、まあ島一番とまでは言えるのかな、微妙なところですね。まあそうですね、窓かの中では、前後編の中では出てます。はい、じゃあ、まあちょっと他のね、ちょっと他の機種を見ると、まあガメラが結構ね、出していたので、出してるお客様がいらっしゃったので、はい、ガメラとちょっとはるか負けてるくらいかなっていう感じですね。はい、で、お店の中のですね、神FG台は、まあ現状バーサスそこっていう感じなんですけど、まあでもほぼ変わらない感じで、絆2も出てましたね。まあちょっと神 FG、まだまだ狙えるとこにいると思うので、もう一撃頑張って、はい、後半も頑張っていきたいと思います。そうですね、マギカチャンスゼロ。10回とは言わなくても、8回、9回は引いてますね、スイカ。通常時。ね、1、2、3でも、まあ、20% 近くあるはずなのに、ゼロ。あ、チャンス目。はい、いや、ちょっとせっかくね、出せたのに、ちょっとプラスになれたのに、もうなんかマイナス域にまた行きそうな感じですね。ここでなんか当たりそうな感じですね。あ、もう当たった。この後に全長に行って当たるかなって思ったんですけど、もう当たっちゃいました。531ゲームはい、お願いします。マミさん、ベルを引いてボーナス。なんて、はい、チャンス、とりあえずつけてますね。まあそうですよね、このどっち、ボーナス、はい、ボーナス引けました。でもこれボーナス引いてまた乗せないといけないんで
でも今日初ボーナスですね。なんかの間違いでエピ棒が出てきたりはないです。ないです。普通にボーナスです。ちょっと悲しいですね。はい、で残り10枚。もう一回ないですね。はい、185枚で油断は禁物だよ。終了です。とりあえず、移動しようかな。隣の台に行きます。はい、移動してまいりました。打てた台の右隣の台ですね。朝から稼働があった台です。で、まあ、初当たりが6回とさっきのね、私の倍初当たりは引けてます。はい、かわいいね。いやでも普通に多分ゲーム数なんじゃないかなと思います。かなり飲まれちゃったから、ちょっとここで出さないとね、自分の FG 激 FG もかなり危ういです。レア役、レア役。まあ1個目はね、来ますね。緑、はい、マジで引きたい、マジで引きたい。リプレイ、はぁ、50枚。早い。はい、166枚でした。油断は禁物だよ。はやー、ちょっととりあえずやめます。はい、ちょっとまどか前後編は、諦めようかな。で、まあ、残り時間もあんまりないので、まあそうですね、時間が短くても打てるやつを探そうかな。はい、ガメラの方に移動してきました。ちょっとね、一回ビッグ引けたらいいな、とりあえず。で、結構ね、出されてるお客様もいるので、はい、ちょっと追いつくにはちょっと時間が足りないかもしれないですけど、いやでもな、なんか7揃いというかね、そうできたら1000枚とか一撃で、まあ、出る可能性もね、なきにしもあらずみたいな感じなので、サクッと当てて、サクッとビッグやって、ちょっと今日のね、投資を取り返したいです。あ、これ当たりましたね。多分ここの停止系で外れたんで、だいたい揃うんですよ。名前が出てこない、この人が当たってるはず、多分。あれ、はい、よかった、一回取れた。もうやめようかなって思ってたら当たってくれました。373ゲーム。いや、これで何が出てくるかが問題なんですけど、お願い、やだ、いやだ、揃っちゃった。はい、レギュラーボーナスです。で、バトルにはいかなかったんですが、一応降格、レギュラーの後はね、降格にいるので、ちょっと回してやめます。はい、ということで、次戦終了したいと思います。どの台がどれくらい FG
撮れているのかとちょっとね確認してエンディングの方行きたいと思います。実践終了、お疲れ様でした。はい、ということで早速ちょっと結果の方をね発表したいと思います。まさしげの今日の結果ですね、投資が21本、そして回収の方が339枚、はい、ということでマイナスの627枚となってしまいました。はい、なんかね惜しいですね。ガメラで最後のビッグだったらワンちゃん取り壊せてたかもぐらいの、はい、ちょっとしたマイナスですね、ちょっとした。はい、まあ、一時期ね、ほんと1600枚出せていたので、ちょっとそこからね、かなり減らしてしまって、すごくもったいないっていう感じなんですけど、なんか気持ち的にはもっとすごい上下してる、はい、激しい実践だったと思うんですけど、数字にしてみるとなんかね、あ、なんかそんなちょっと遊んだかなみたいな感じになって、なんかあれおかしいなみたいな感じですね。はい、ただまあ本当1600枚出した時はねもうイケイケで、まあもうちょっと本当もうちょっとだったと思うんですよね。あの京子ちゃんの時やれてたらなとか本当それぐらいの感じなので、いや悔しいっちゃ悔しいんですけど、はい、まあまあ見せ場もねちゃんとできたのでとりあえずは良かったかなと。まあ激 FG にもなれなかったんですけれども、はい、まあ次はねちゃんと FG を取れるように頑張りたいと思います。今日のですね、ラッシュ松本店さんの、神 FG 台は絆2ですかね。角の台がねもうずっと朝からやっぱり一人のお客様がずっと粘られててずっといい感じなんですよね。なのでまあやっぱりこう設定でしっかり掴んでしっかりと出してる感じなんじゃないかなという感じです。またですね、ラッシュで松本先生に来ることがあるかもしれませんので、はい、その時はぜひ、はい、頑張りたい。何狙ったらいいんだろう、絆2かな、はい、早い番号を取れたら絆2狙いに行きたいなと思っております。はい、ということでまたギャラクティカーねどこかで収録あると思いますのでぜひお楽しみにお待ちください。今回ご視聴ありがとうございました。